宇都宮市の大手カーディーラーでは、女性の営業スタッフだけで全てプロデュースしたイベントが今日初めて開かれました。このイベントは大手カーディーラーの栃木トヨタが女性活躍推進の取り組みの一環として開いたものです。イベントの最大のポイントは、女性スタッフが女性目線のカーライフを提案するということ。栃木トヨタの女性営業スタッフ全員が携わり、企画や運営などイベント内容すべてを女性スタッフのみで取り仕切りました。ディーラーに行きづらいっていう方にもお越しいただけるようなイベントにしたかったのと、それから女性スタッフたちのチームワーク作りも、したかったので、それがその2つの狙いがちょうど合致したのがこのイベントになっております。会場では女性スタッフの提案で車の後部座席を開けて簡易的なテントを張ることができるアレンジなどを紹介。さまざまなアイデアで来場者の心を引きつけていました。また県が推奨する友家事や楽家事を学べるワークショップや親子で楽しめるブースなども設けられました。今日天気もいいですしね、あといろんな車も見れて、まあ息子が車好きなんで、はい、結構さっきも勝手に乗ったりしてましたけど、おかげさまで楽しめてます。周りの目とかもあんまり気にならず、すごい話しやすかったですし、よかったよね。市場もできたし、明日も開催してますし、これだけのいいお天気の中、たくさんの車を持ってきてますので、ぜひ明日も遊びにいらしてください。女性目線のカーライフを提案する私のための欲張りカーライフフェアは、明日も宇都宮市のミナテラス栃木で開かれます。